ジェームズ・クラベルの小説「将軍」を原作に、真田広之が主演するハリウッドドラマシリーズ「将軍」が驚異的な記録を樹立しました。アメリカのハリウッドレポーターによれば、ディズニープラス北米では Hulu で配信中の本作は、配信開始からわずか6日間で全世界で900万回以上の再生を記録し、ディズニー・ジェネラル・エンターテインメントの脚本シリーズ作品として歴代ナンバーワンの成績を収めました。この900万回の再生は、70分のエピソードの視聴時間に換算すると約6億3000万分、1050万時間に相当します。初回エピソードの同日平均視聴者数は 76.4 万人であり、第2話も 44.2 万人を記録。これは他の人気ドラマシリーズを上回る数字であり、ファーゴやアメリカンホラーストーリーのシーズン初回をも凌駕しています。FX プロダクションが制作した将軍は、ロッテントマトズのレビュー評価で初回から驚異の 100% フレッシュを獲得し、現在も 99% を保持しています。2週間の配信期間で海外で社会現象となりつつあります。さらに海外メディアからの鑑賞コメントも高評価が相次いでいます。人気サイトのデシダーは、私たちが持つ普遍的な情熱や秘めた野望を突き動かす人間性にあふれた物語だと絶賛。ハリウッドレポーターは、国際色豊かなキャスティングはプロデューサーとしても活躍する真田を筆頭に素晴らしいと称賛。スクリーンラントは、豪華なキャスト、没入感のある物語、細部へのこだわりによって、将軍はテレビ界で際立つ必見の作品だと評価。タイムは、これは単なるリメイクではない、驚愕すべきものだと称賛しています。ハリウッドレポーターは、エンターテイメント業界の週刊誌であり、スクリーンラントは映画やテレビ番組、コンピューターゲームなどに関する情報を提供するニュースウェブサイトとして知られています。これらの肯定的なコメントから、該当作品が高い評価を受けていることがうかがえます。ドラマ将軍は、ジェームズ・クラベルの世界的なベストセラー小説が、トップガンマーベリックの原案を手掛けたジャスティン・マークス、主演の真田広之さん、そして沈黙、サイレンスにも携わった宮川恵理子さんなど、ハリウッドの制作陣により制作された作品です。舞台は戦国時代の日本で、物語は実際の歴史上の人物や出来事にインスパイアされています。1600年、天下分け目と呼ばれた関ヶ原の戦い前夜、戦国一の武将である虎長と、その家臣となった英国人航海士のジョン・ブラックソーン、謎多きキリシタンのマリコが物語の中心を担います。物語は誰もが知る歴史の裏側に迫り、壮大な計り事とやがて待ち受ける大どんでん返しを描きます。武士の棟梁であり最高の称号である将軍の座をめぐる陰謀と策略が渦巻く戦国スペクタクルドラマは、虎長、ジョン・ブラックソーン、そしてマリコを中心に展開していきます。天下統一を果たした太后が亡くなり、政治をめぐる五大老たちが石堂和成と手を組み、それぞれが生き残るために策略をめぐらせる。一方で異国のナンパ船が伊豆に漂着し、虎長は語学に堪能でキリスト教を信仰する戸田真理子に船の出しであるジョン・ブラックソーンの通訳を命じます。しかし次第に彼らの間には友情を超えた絆が芽生えていく。この壮大なストーリーテリングは FX の新しい10部構成の限定シリーズとして公開されています。初公開は2022年2月27日でした。FX 版の将軍は、1980年に NBC が放送したミニシリーズとは異なり、江戸時代前の日本を描いています。シリーズの大部分は日本語で表示され、英語の字幕がついています。将軍は暴力的な光景だけでなく、忠誠心と自由の性質について考えるメタリックな物語でもあります。国際的なキャストが豊富で、真田広之やコスモ・ジャービス、浅野忠信などが活躍しています。米国内では、本作の初回エピソードが人気ドラマ「一流シェフのファミリーレストラン」のシーズン2の初回放送の視聴率を抑え、アメリカの Hulu における FX 番組として最高のストリーミングデビューを果たしました。また米国外でも、人気ドキュメンタリーシリーズ「カーダシアン家のセレブな日常」のシーズン1の視聴率も上回り、ディズニー総合エンターテインメントのプレミアシリーズとして首位を獲得しました。本作は全10話のリミテッドシリーズで、初回は2話が配信され、その後毎週火曜日に1話ずつ追加されます。現在は1話から3話までが配信中で、最終話は2024年4月23日に予定されています。ハリウッドの圧倒的な制作スケールと、真田広之を含むプロデューサーや日本の専門家たちのこだわりが、リアリティあふれる演技や細部にまで及ぶクオリティの高さと相まって、
国内外で絶賛の声が寄せられ、来年度の賞レースでも注目されることは間違いありません。